全力で走り続けるとも子は、周りが全く見えていなくて。虎に翼。第15週。女房は山の神百石の位のお話が始まりました。アメリカから帰ってきたとも子は、裁判官として自信をつけてくると同時に、裁判官の仕事、広報、指導、ありとあらゆることに、とても精力的に動いていこうとしていました。しかし、彼女が頑張れば頑張るほど、これまで彼女を見ていた人たちは、どこか違和感を感じているようです。第72話のお話は、帰国後のとも子は大忙し。滝川や山本長官と共にラジオ番組に出演し、女性の社会進出について明確に意見を述べる。家庭裁判所の母として名を馳せ、後輩も増えて順風満帆のとも子。そんな中、新しい調停案件を担当することに。不貞行為を理由に、夫から離婚を訴えられた女性、瞳をいさめたとも子は、瞳から、女性の味方ではないのか、と非難される。第72話は、このようなお話になるようです。女性の躍進、女性を守る、女性のために。時代は変わりました。とも子は、そんなことばかりを言っていたのでしょうか。もしも、そんなことばかり言っていたとしたら、勘違いする女性も出てくるのかもしれません。法律は守るということが大前提。とも子が目指すのは男女平等の法律を作り、女性がもっと活躍できる社会なのでしょう。現代でもジェンダーギャップという言葉で男女格差をなくそうと頑張っている方が大勢いらっしゃいます。それを戦後のとも子たちが始まりだとして、日本でも男女格差が減ってきたのかもしれません。が、世界から見ると日本の順位は2023年で125位。もちろん G7 先進7カ国の中では最低。中国や韓国よりも日本の順位は下です。戦後80年、日本の男女平等というのは、世界から見ればまだまだ格差の大きな社会のようです。第71話、アメリカ帰りのとも子は雰囲気が変わっています。彼女は華やかなファッションに身を包み、サングラスを颯爽と外しました。出迎えた滝川は、全く彼女の変化に気づかず、少し不満げでしたね。ニューヨーク、シカゴ、ワシントン、ロサンゼルス、サンフランシスコ。アメリカの大都市の裁判所を視察し、やっととも子は帰国。視察団に選出されるというのは、彼女が出世したということなのでしょうか。戦争が終わり、ようやく海外に行けるようになったのですね。日々の仕事に追われていた彼女にとって、この体験はいい刺激になったのでは。マンハッタンの裁判所の調査員は、日本と比べ物にならないほど大勢いました。アメリカの裁判所で女性の裁判官は男性と同じように活動しています。しかし日本では調停の話し合いでほとんどが解決するが、アメリカは話し合いが決裂し訴訟になることが多い。アメリカの裁判所は進んでいるけれど、日本の裁判所にもいい点がある。海外に行って改めて日本の良さに気づくことも。とも子は帰国後、さらに仕事への意欲が高まったようです。
彼女が久々に帰ってくるというので、家族は歓迎の準備をしていました。しかし、仕事で遅くなる、と、とも子からの連絡が入る。今日くらい、まっすぐ帰ればいいのに。いつも仕事を優先するとも子に対して、花江は珍しく不満を口にします。大黒柱のとも子に負担をかけまいと、普段は不満を漏らさない彼女。家族のことを後回しにするとも子に対し、さすがの花江も怒りを感じているようでした。花江は、由美の寂しそうな顔に気づいたのでしょう。母の帰りが遅くなると聞き、がっかりする由美を、直春が励まします。いいよな、由美。ギリギリまでのんびりできるしね。彼は由美を妹のように思っているのかも。由美も、花江や彼らの前では飾らずにいられます。でも、母の智子の前では、お利口さんになってしまう。由美は、母がどんどん遠くに行ってしまうことが、寂しくて仕方がないのでしょう。親子の思いは、すれ違い始めています。智子は、仕事をしてるからといって、子供を甘やかしたりはしない。厳しくした方が、自立心が育まれる。と思っているのでしょう。それは一人で家庭を切り盛りしている花江に迷惑をかけないための気遣いかも。おかげで由美や子供たちは智子の前で優等生を演じるようになっていました。愛のコンサートのおかげで今や智子は日本一有名な裁判官。仕事も順風満帆で勢いに乗っている彼女は家族の思いに気づいていません。このまま行けば由美や家族との間に溝ができてしまいそう。智子は帰国後休む暇もないほど仕事の予定が詰まっています。人気者になった彼女は変わってしまったのか。雑誌の密着取材を受けるほどの人気なら自分を見失うこともあるかもしれない。仕事優先の智子に不満を抱えている花江ですが、智子の密着取材にも協力し、笑顔で応対します。取材を申し込んだのは、元帝都新聞記者、竹中でした。彼は智子の学生時代から、彼女の行動力に注目していました。京和事件で危険な目に遭った彼女を竹中が助けてくれたこともあります。彼も智子がここまで有名になるとは思わなかったでしょう。明律大学女子部法科の入学式の時には智子に対して興味を持たなかった竹中。彼は京和事件で父直子を救おうと必死になる彼女を見直したのでしょう。竹中は記者として確かな目を持った人でした。猪爪家に取材に来た彼は、智子が普段料理をしていないことに気づいていました。取材を受けた花江や直脇、子供たちは、口々に智子への感謝を述べました。竹中には、そんな家族の姿が不自然に感じたよう。花江や家族が不満を隠していることが彼には分かったのではないでしょうか。竹中が帰った後、皆はほっとした様子。気を張っていたことが分かります。料理の後片付けもせず、次の取材に出かけた智子に、花江は疑問を抱いたようでした。彼女は自分が女中と変わらないと思ったのかも。家族に関心を持たない智子に、いつか花江の怒りが爆発しそうです。智子は次に女性司法修習生と対談するため
竹本へ。後輩たちは彼女に憧れて法曹界を目指したと智子に話しました。ずっと道を切り開いてくださっている佐田さんの後を私たちも追っていかないと。後輩たちは智子の勢いに少し圧倒されている。私たちの時代には法律を勉強することすら許されなかった。あなたたちは恵まれているんだから頑張らないとね。梅子も堂々とした彼女の様子に少し驚いた顔をしていましたね。智子の言い方が何か偉そうに思えたのでしょう。学生時代の彼女ならそんな態度を取らなかったはず。今回の密着取材で竹中も智子の様子に疑問を感じていたよう。特集記事の内容は彼女に批判的なものになる気がします。今の智子には仕事と家庭の両立は難しいのでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。